道の駅四つ倉に来ています。こっちは裏通りなのかな。正面回ってみるか。ここが道の駅四つ倉ですね。食堂やってるかな。行ってみるか。これあれ、寿司どころワット、そばどころ新平庵、釜飯って心、四つ倉喜一。おお、四つ入ってるんだ。四つラーメン食いたいですね。ラーメン、ラーメン食うか。これ食堂が4つもあんの？食堂が4つもあるんだ。これとこれ、この2つ、この2つ、ガーリーそばとミリソース、釜飯って、このやつ食べたい。あとこれもダメ、1個。釜飯は時間かかるんだね、25分って。ラーメンにしよう、俺も。ソースカツ丼にしよう。大して考えたの。いや、だけだ。じゃあ俺、海鮮ちらし寿司にするか。にする？海鮮ちらし寿司。ラーメン？これと？こっち座りな、パパのとこ。さすが、これラーメン？うん。ほんじゃ、ちぴょんって伸ばしてみて、いいか。これが肉粉人気ある。うわ、うまそう。すごいね。あ、エビが有名って。うわー、こんなのすごいね。写真撮って、飾って。これがソースカツ丼？うわー、おいしそう。どれどれ？エビ、おいしそう。はい。なおちゃん、水ちょっと入れました。水ちょっと入れちゃったの？うん、そうです。暑かったから。目の前にラーメンがあって、ママ食べるところで。よし、じゃあなおちゃん、せいちゃん、食べたいのあるかいだって。なおやりたい。せいやもエビとって。家が長いの。ありがとうございます。当店ご利用方法について、252番のお客様窓口までお越しください。着21番のお客様窓口までお越しください。221全然おいしくない。だから、ありがとう。121番のお客様窓口までお越しください。ねえ、できた。はい、ごちそうさまでした。チケットとして商品をお渡しいたします。